次期イージスシステム搭載艦の最新情報をキャッチしました。今回は、イージスシステム搭載艦には、VSL-128 セル搭載を詳しく見ていきます。マヤ型と同等と考えていたら、3割増しになって、イージス艦ヤマトになる日も来るのかな。当然 AI 満載でしょうね。2023年6月、日本では、導入が白紙撤回された、陸上配備型のイージス・アショアの代替策として、2隻の新造が決められていた、イージスシステム搭載艦について、その主兵装たる VLS、垂直発射艦の数が判明したことが、報じられた。これまで、イージスシステム搭載艦の搭載する VLS、垂直発射艦数をめぐっては、現、自民党の参議院議員で、かつて、陸上自衛隊で、イラクへの復興派遣時に、一部隊の隊長を務めた経歴を持つ佐藤正久氏が、200セルを超えるとも示唆していた。しかし、今回確定情報として報じられたのは、イージスシステム搭載艦の VLS、垂直発射艦数は128セルというものであり、確かに、艦艇への搭載数として少なくはないが、かなり常識的な線に落ち着いたと、個人的には感じる。防衛省は、まず、今年2023年4月に、三菱重工業者との間に、イージスシステム搭載艦の艦隊、機関、兵装設置についての基礎資料作成契約、そして、一番艦の詳細設計の2点について、およそ17億円の契約を締結している。そして、翌5月には、ジャパンマリンユナイテッド社との間に、イージスシステム搭載艦の艦隊の静粛性並びにステルス性に関する設計の基礎資料作成契約、そして、2番艦の詳細設計の2点について、およそ7億円の契約を締結したとされる。こうした報道から推察するに、イージスシステム搭載艦の主たる仕様については三菱重工業者が担い、その残りの一部をジャパンマリンユナイテッド社が担当、建造自体もこの両社で一隻ずつに安分されるのではないだろうか。三菱重工業者といえば押しも押されもせぬ日本の防衛産業の雄であるが、海上自衛隊向けの艦艇としては最新鋭のもが身型護衛艦の設計を手掛け、同艦のメインの造船企業として、中崎造船所での建造に従事している。ただし、しもが身型護衛艦は、基準排水量で3900トン、満載排水量でも5500トンクラスであり、海上自衛隊としては、実に、久々のフリゲート艦で FFM なる新種の艦式記号も付与されてはいるが、大型艦ではない。引き換えジャパンマリンユナイテッド社は、今、まさに、航空母艦化改修が進んでいる、満載排水量2万6000トンの出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦2隻や、イージス護衛艦として、最新の満載排水量1万250トンのマヤ型2隻など、近年は、大型艦を数多く手掛けている。一時期イージスシステム搭載艦については、基準排水量で2万トン以上、全長約210メートル、全幅約40メートルという、情報が伝えられたこともあったが、その後、既存のイージス護衛艦と同等のクラスになると、修正された経緯がある。これが、いかに巨大な仕様だったのかといえば、マヤ型護衛艦が、基準排水量で8200トン、満載排水量で1万250トン、全長で 170.0m、全幅で 21.0m であることと比較すれば、排水量や全幅でほぼ倍であったことから明白だ。さすがに、ここまでの巨艦を実際に建造する案は、現実的とは思えず、各方面から厳しい指摘の声が上がっていたが、イージス・アショアが担うはずであった弾道ミサイル防衛以外に、用途の拡張を基としたものだったのだろう。昨今は、
海上自衛隊現時点で総数8隻を保有、運用しているイージス護衛艦についてもその全てに対艦対地攻撃用のスタンドオフ能力を付与しようとアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルの実装が検討されている。こうした長距離攻撃兵器の水上戦闘艦への実装というトレンドを考慮して、イージスシステム搭載艦にも同様かつ、それ以上の兵装を搭載しようと考えたのかもしれないが、いかんせん、現実的であるとは思えなかった。マヤ型護衛艦は、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとして建造されており、それ以前のアタゴ型も含め VLS。垂直発射艦は96セルを搭載、最も旧式の混合型のみ、歯が同90セルと若干少ない。この違いは、ベースとなったアーレイバーク級ミサイル駆逐艦も同様であり、同艦の旧バージョンであるフライト1夜には、VLS、垂直発射艦は90セルで、以後のフライト 2A 以降から、同96セルへと増加が施されている。今回判明したイージスシステム搭載艦の128セルという、VLS、垂直発射艦の数は、マヤ型等の96セルから32セル分、30% 以上も強化されることとなり、この数は、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦をもしのぐ。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は27隻が1983年から配備が行われており、現在アメリカ海軍で就役中の艦艇の中で唯一の巡洋艦だが、最大で基準排水量7242トン、満載排水量1万10トン、全長 172.46 メートル。全幅 16.67 メートルである。このため、艦艇としての排水量や全幅においては、すでに、駆逐艦クラスのアーレイバーク級の最新型の方が、サイズ的に上回るという逆転現象も起きているが、次世代艦では、この両者は、統合された艦艇となることが予想されている。搭載する VLS、垂直発射艦数の比較では、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦に近いとも言えるイージスシステム搭載艦だが、水上戦闘艦としてのあり方からすると、かつてアメリカ海軍が構想したアーセナルシップにより近いとの指摘もある。アーセナルシップは、アメリカ海軍が1990年代中盤に建造を進めようとした水上戦闘艦で、満載排水量で約2万トンの艦体に、実に500セルとも言われる VLS、垂直発射艦を詰め込んで、航空母艦を代替する攻撃力を備えようと、企図したものだった。結局のところ、アーセナルシップは、実証実験艦の建造に必要とされた予算も、アメリカ議会の判断で与えられず、ほぼ企画のみで終了してしまったが、艦艇に、大量の対地攻撃用の巡航ミサイルを搭載するという、意味では、原子力潜水艦の改めオハイオ級に一部が反映されたとも言われている。改めオハイオ級は、もともと戦略型の原子力潜水艦として、核弾頭を搭載可能な SLBM 用に24機の VLS 垂直発射艦を装備していたが、アメリカとロシアによる第二次戦略兵器削減条約の締結で、保有する核弾頭数を制限する必要が生じた。そのため、アメリカは、オハイオ級戦略型原子力潜水艦の4隻に対し、SLBM 用の24機の VLS、垂直発射艦を廃して代わり、トマホーク巡航ミサイル専用の22機の VLS、垂直発射艦に換装、1隻で、最大154発もの同ミサイルを搭載させた。これら4隻は改良型オハイオ級巡航ミサイル潜水艦と呼称され、その最大154ものトマホーク巡航ミサイルの搭載数は、
アメリカ海軍艦艇の中でも最大であり、その高い対地攻撃能力は、まさに、アーセナルシップの構想と重なるものがある。アーセナルシップ自体は、実現はされなかったが、そのコンセプトは、次巻では、高額なレーダー戦車類の電子機器は装備せず、友軍のイージス艦等からの情報の連携で、攻撃を行うという、今の共同抗戦能力の走りを試行していた。イージスシステム搭載艦は、昨今の対艦ミサイルの長射程化を踏まえて、自身で防空能力も持ち、レーダーも、イージスアショア用に契約していたものを流用する点は、アーセナルシップとは、大きく異なっている。一時期は、防空等の任務は、他のイージス護衛艦に任せるといった構想もなくはなかったようだが、それをしてしまうと、現状のイージス護衛艦が、ミサイル防衛任務に、ほぼ専従となっている状態の解消にならないため、却下された模様だ。現時点では、イージスシステム搭載艦は、2027年度中に、1隻目、翌2028年度中に、2隻目が就役する予定で、計画が進められていくというが、思いの他時間は迫っており、ここから、最終的な使用等がどのようになるのか注目であろう。